ウィルトンの二連祭壇画、または、ウィルトン・リプティクは、1395年から1399年頃に作られた、持ち運びできる、小さな二連祭壇画である。イギリスでこうした中世後期の宗教画が残っているのは、非常に稀である。絵は、聖母子の前でひざまずくイングランドをリチャード二世を描いていて、 国際ゴシック様式の恒例とみなされている。ナショナルコレクションの一つで、現在、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。絵は、バルト3億材の二つの板に描かれ、同じ材料の枠の中に収められている。板は二つの蝶つ害で接続され、本のように畳めるようにできている。畳んだ時、外側に見えるのは、一方は、金色ののと、 真っ黒な地面を背景にした、金色の鎖でつながれ、金色の冠をいただいたおじかが描かれ、もう一方には、エドワード残王を連想させる紋章らしきものが、イングランドの紋章立てと一緒に串刺しにされている絵が、描かれている。紋章らしきものとしたのは、エドワードが生きていた11世紀にはまだ紋章は、考案されていなかったからで、この絵が描かれた時代。 つまり、リチャード2世の時代になって、具体的に1395年から使われ出していた。開いた時に現れる2枚の絵は、象徴性と人物のポーズから、2枚で一組の絵になっている。向かって、左側の絵には、キザしている、リチャード2世が描かれていて、その傍らに3人の聖者、すなわち、先霊者、ヨハネ、エドワード・ザンゲオ、 そして、エドマンド純教王が立っている。一方、向かって、右側には、幼子イエスを腕に抱いた聖母マリアが、11人の、天使たちに囲まれている絵が描かれている。聖母子の背景は金色で、地面には、繊細な色の花々が咲いている。絵は、卵天ンらの技法で描かれ、背景と多くのディテールには、金箔が散りばめられている。また、場所によっては、 装飾のクオリティを高める目的で、金メッキを施された工具が使われている。聖母子たちの服の青には、半奇跡のラピスラズリを原料とする顔料が使われている。また、リチャード2世のローブの赤にも、やはり高級顔料のバーミリオンが使われている。それにしても、リチャード2世と聖母子の絵は、主題としては一貫しているが、雰囲気はかなり異なる。 リチャード二世と三人の聖者たちは、着ている服の色やオリジは、きらびやかなのに、その顔つきは、至って無表情である。それに対して、聖母子と天使たちは生き生きとしている。それにしても青の鮮やかさは、この絵に高い品質を与えている。青は、天上界の象徴であり、足元に咲く花々は、楽園の象徴である。天使たちの翼の強い色調コントラストは、 背景から聖母子を守っているように見える。ウィルトンの二連祭壇画は、リチャード二世の統治する最後の5年間に作られたものである。作者に関しては、国際ゴシック様式は、ヨーロッパ中にまたがる様式だったことから、その国籍すら特定することは難しい。イギリス人、フランス人、イタリア人と言われる一方で、中には、ボヘミア人だという美術師やもいる。 リチャード2世の最初のヒアン・オブ・ボヘミアが自分の国から連れてきた画家だろうというのである。絵の洗練され具合から来たフランスの画家ではないかという研究者も多い。なるほどそう言われてみるとランブール兄弟リンバーグ・ブラザーズの兄ポルが描いた写本と似ていなくもない。この絵のことが最初に記録に現れたのは1649年の チャールズ一世の美術収集品も黒くであった。それから、ペンブローク博のものになり、ウィルトンハウスウィルトンハウスに保管され、そこから、ウィルトンの二連祭壇画という名前がついた。ナショナルギャラリーが購入したのは1929年のことである。ところでどうして、イギリスでこういった昔の宗教画が、残存し得なかったというと、チャールズ一世の処刑に続いて起こった。 新疆都革明治の偶像破壊のためである。ありがとうございます。